オリオン座、オリオン座、オリオンはトレミーの四十八星座の一つ。ギリシャ神話における登場人物オリオンを題材とした星座。天の赤道上にあり、おうし座の東にある星座。中央に三つ星が並んでいるのが目印。明るい星が多いため、特に有名な星座であり、しばしば文学作品などにも登場。オリオン座は他の星を見つける目印にもなる。 シリウス、アルファーカニスメイジェウリスはベルトのラインを南東へ拡張することによって見つかる。アルデバラン、プロキオン、双子座もオリオン座を基準にして見つけることができる。アルファー星は前二21の一等星の一つであり、ベテルディウスと呼ばれる。ベテルディウスとオイヌ座のアルファー星、シリウス、コイヌ座のアルファー星、プロキオンの三つの一等星で、 冬の大三角を形成する。ベータ星も、前天21の一等星の一つであり、リゲルと呼ばれる。オリオン座には、明るい星や有名な星雲、星団が多くある。二つの一等星アルファ星、ベテルギウスとベータ星、リゲル以外に、ガンマ星、デルタ星、イプシロン星、ゼータ星、カッパ星の五つの二等星がある。リゲル、ベテルギウスには、 和名が存在する。それぞれの和名については、リゲル和名、ベテルギウス和名の項を参照。デルタ星、イプシロン星、ゼータ星は三つ並んだ二等星で、オディオンの帯として知られる。一列に並んで、同じような明るさで輝いては、見えるが、三つの星は互いに距離が離れており、三つの星同士に関連性はない。日本では、三つ星、三つ星と呼ばれ、 この三つ星だけでも、オリオン座を容易に見つけることができる。英語では三つ星をトライスターと呼ぶ。その他、日本各地にベテリギウストリゲルをアステリーズムとした方言や三つ星などの方言が多数見つかっている。詳細は、オリオン座に関連する方言参考。パイセイとカイ,イは、比較的太陽に似た薄黄色や黄色の主系列性で、 遠い星の多いオリオン座では元より恒星全体の中でも太陽系に近い星である。オリオン座の明るい星々は年齢や物理的特徴が非常に似ている。これはオリオン座付近に巨大分子雲が存在し、オリオン座を構成する星々の多くがこの同じ分子雲から生まれたためであると考えれている。三回星団よりは広がっているが同じ年齢と運動を持つ。 このような星の集団をアソシエーションと呼ぶ。オリオンアソシエーションは、その代表的なもの。しかし、ベテルギウス、パイセイ、カイセイは例外である。オリオン座の暗い星の中で特筆すべき星としては、以下の星が挙げられる。オリオン座は、様々な古代文明で特別に認識されていた。古代エジプトはサンズ星とその南側をサフと呼び、オシリスと同一視した。 古代メソポタミアのシュメール人はより広い、現在のオリオン座に近い、星々を、アヌの真の羊飼いと呼んだ。これが、オリオン座の原型と考えられている。古代中国では、オリオン座は二十八の先生術の宿、二十八宿の、うちの一つで三、三、真、と名付けられていた。オリオンのベルト及び剣は、古代、近代文学の中で頻繁に引用された。 オディオンのベルトにあたる三つの星は、古代中国において、中央の星、イプシロン星を、大将軍、左右の星を、右将軍、デルタ星、左将軍、ゼータ星として、戦の神として信仰されており、後に仏教と共に、妙権信仰という形で、日本に伝来し、武士たちの間で信仰の対象とされた。その信仰によって、日本の家門に、 三つ星門が発生した。毛利氏など、大江氏族が使用した家門である、一文字に三つ星の三つ星が、このオリオンのベルトの三つ星を表しており、他に、松浦氏の三つ星や渡辺氏の渡辺星など、その他の三つ星門も同じ意味がある。基本の形は、三つの円形を山形に盛る図案で、あるが、横一列や縦一列に並べたものもある。 ヒュギーヌスの伝えるところでは、巨人オーリオン、オリオン座は、海の神ポセイドオンの子で優れた漁師だったが、この世に自分が倒せない獲物はいないとおごったため、地中から現れたサソリ、サソリ座に、毒針で刺し殺された。その後オリオンと、サソリは共に天にあげられ、星座となった。ゲルマニックスは、オリオン座は、冬の間、空高いところで威張っているが、サソリ座が、 東の空から昇るとこそこそと西の空に沈む、としている。またヒュギーヌスは、オーリーオーンの死について、月の女神アルテミスにまつわる、別の神話も伝えている。また、中国にも、オリオン座、サン、とサソリ座、章が、天球上でほぼ反対側に位置して同時には登らない、ことから、不仲や疎遠な人間関係を指して、サ章のことしという言葉がある。 日本では、右派筒の尾の命、中筒ツツの尾の命、底筒の尾の命という住吉三神が、三つ星として知られる、デルタ星、イプシロン星、ゼータ星のことだという説がある、学説であって、そういう古伝承があるわけではない。沖縄では、オリオンのベルト部分にあたる三つの星を、黄金三星、黄金三つ星、熊に三星と呼び、神が住む星とされている。 オリオンの名は、アッカドゴのウル、アンナ、天の光が由来であるという指摘がある。このオリオンの名は、ホラティウスやホメロスのオドゥッセアや、イーリアス、ウェルギリウスのアエネースで言及される。ミルトンの失楽園や、テニスンのロックスレーホールにも現れる。しかし、別の説によれば、オリオンは、ウーロン、古代ギリシアの言語で尿の意から来ているとも言われる。 オリオン座の和名は、鼓帽子という、形を鼓に見立てたことから、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。